皆さんこんばんは、日本に来てどうしてもやりたかったことあります。それはネットカフェでダラダラ過ごす、これやってみたかったです。そして僕ネットカフェにまだ来たことがないんです。今まで日本に何回も旅行には来てるんですけども、いつもショッピングとかね、買い物とか観光とかで全然ダラダラ過ごしたことがなかったので、ちょっと今回初めてこの機に、ネットカフェでちょっとダラダラ過ごしてみたいと思います。で、まあ、一応入る前になんかいろいろね調べたこともあるんですけども、ご飯とかもなんかちょっとどんな感じかっていうのを食べてみたいなと思ってます。ということでね、初めての体験です。レッツゴー。
ハマりそう。ということで皆さん、初めての漫画喫茶最高でした。大満足。また日本に来たら、ネットカフェでダラダラしたいと思います。この動画楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンの方よろしくお願いします。そして皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バーイ。さあ日本満喫するぜ。次の動画を見たい方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。